こんにちは、サンディです。今回はメキシコにいるね友達と、化粧品の交換、物々交換みたいなのをして、それを紹介していきたいなと思って、結構向こうのね、メーカーだったりとか、向こうで買えるアメリカのものだったりとか、他のところのブランドだったりとかを送ってきてくれたので、それを紹介していきたいと思います。では始めましょう。ではね、こっちから行きたいと思います。マニキュア送ってくれました。で、これがねクリアンカラーっていうのかなっていう、マニキュアで、色はなんか、なんだろう、ヌーディーな感じなんだけど、もうちょっとこう濃い茶色みたいな感じで、こういう色ってすごい好きで、私はもう超好きなんだよね。で、ちなみに名前はね、色の名前はカプチーノっていう色になります。すごい可愛いよね。ピント合ってるかわかんないけど、すっごくいいです。で、次がね、これが私、そう、こっちはね、アイシャドウパレットは持ってるんだけど、こっちが私ずっと気になってて、ずっと欲しがってたブランドで、ビスっていうブランドになります。これはメキシコの、化粧品ブランドになります。で、これはプチプラなコスメのブランドになります。で、この色はね、すごく可愛いよね。この夏とかにすっごい使えそうで、私結構ね、マニキュアっつうかネイルするの好きなんだけど、最近時間がなくて全然やれなかったんだけど、まあまあいつかね、チュートリアルとかできたらいいなと思います。素人ですけど、まあ、素人ではないけど、まあ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 。で、あとはこれで、これ面白くて、こっちがね、マニキュアなの。こっちがマニキュアで、こっちがね、なんかこう、なんだろう、なんか石みたいなの、石っていうか、そのネイルで使えるような石の飾りがしてて、すごい可愛いよね。で、この色も可愛いよね、この紫色。こういう色大好きって、多分友達すごい分かってるんだよね。みんなね、分かってて送ってくれるんだよね。それがすごくありがたい。で、こういう感じでマニキュアでした。で、次は、口紅コーナーになります。で、すっごいたくさん送ってくれて、しかもなんかいろんなブランドと、いろんな、なんか、なんだろう、なんかフォーミュラっていうの、なんていうの、その形自体もいろんな種類のやつ送ってくれて、すごく嬉しくて、それが。で、まずはこのシティカラーの、これはね、日本でも今はもう買えるブランドになります。シディカラーの B マットっていうリップスティックになりますけど、色はちなみに M23 ラナっていうやつになります。で、私はこのシリーズはね、もう3つ一応持ってて、そう、これもね、日本で買ったんですよ。もう、違うビデオでね、この話をしたいと思うんですけど、3つ持って、で、ちょうどね、色もかぶってなくて、そう、色もかぶってなくて、で、このシリーズはすごく好きで、やっぱりね、マットが好きな人には本当にいいと思う。で、すごい持つし、リップスティックだから、そんなにマットだけど、そんなになんだろう、乾燥するってどこまでいかない？うん、なんかやっぱりグロス系だとすごい乾燥するけど、このリップスティック系は、全然って感じ。でも、まあそれも人によるから、一応バームしてからこういうの使うのもありかなと。はい、で、次はね、ブルームーンっていうね、このブランドも知らなかったんだけど、色は、H98 っていうやつで、で、色はね、こういう真っ赤な感じのリップスティックになります。これはマットなのかわかんないけど、まあ今もね、多分もうスワッチ見てもらってると思ってるんだけど、こんな感じの色になります。はい、で、次はね、これもね、さっき喋ってたんだけど、ビスのリップスティックになります。で、まずはこっち、これがね、オレンジ色のビスシリーズ、ビスのリップスティックになります。で、開けると、ちなみにナンバーは130っていう色になります。で、開けて、これがね、面白くて、ここのね、そのスティック自体にブランド名がなんか彫ってある感じ、
伝わるかな。あのね、エッセンスのね、リップスティックもそうなんだよね。エッセンスのいいかな、取ってあるような気がした。もう忘れちゃったけど。で、まあそっちを見てもらったと思うけど、こんな感じの色。で、次これ。これね、パッケージが可愛いんだよね。なんか薄い紫のパステルカラーの色で、で、これもうそのまさにリラっていうね、紫色って書いてあるその色のなんだ品番っていうか、で、なんかね、マジックっていう名前があって、で、これもなんかちゃんとブランド名が彫ってある感じで、すごい可愛いよね。で、まあスワッチ見てもらってると思うけど、すごい可愛い色です。超可愛いよね、これ。なんかどん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 色が変わっていく感じだね。面白い面白い面白い。はい、では次、はい、では次ね、これ、このグロスです。マット系のグロス、ほんとこっちかな。で、こんな感じでヌード系になります。オレンジ系のヌード系の色です。で、ブランド名は多分ナビってやつで、色はハニーっていう色になります。で、色はもうここにね、もうスワッチしなくていいかここに、すごいいい色、私大好きこういう色で、ロングラスティングだから、まあ長く持つよっていうやつです。で、これはね、絶対私この夏ヒットだな、この商品大好き、こういうので。乾きも早い、すごい乾きも早い。これは面白そう。ちょっとあれだな、また比較動画の時に使えそうです。 OK、 で、次はこのメリーケイっていうね、リップグロスになります。で、メリーケイは日本で売ってるかわかんないんですけど、まあ聞いたことはあったんだけどね。そう、聞いたことあるんだけど、日本で売ってるかどうかわかんなくて、だから手にしたことはないんだよね。で、これリップグロスで、ジェリーリップグロスっていう名前になります。で、色はね、こういう感じの色、なんかピンク系だけど、こうなんだろう、もうちょっと紫系、本当にチェリーっぽい感じの色になります。で、次はね、すっごい面白いのを送ってくれたので、それがこれになります。これなんだって思って、私ジェルライナーかなって思ったんだけど、色付きのね。で、裏をね、よくよく見たら、これジェル状のね、あの何、リップグロス、リップスティックみたいな、スティックじゃないからね、これ口紅なんだって、ジェルで、ジェルので。色はパパラッチとフラワーっていう色になります。で、ちょっとね、気になってた、前インスタグラムとかで見かけたんだけど、なんかどうなんだろうって思って、だけど日本発送してくれるか分かんなかったから買わなかったんだけど、まあ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 試してみましょう。今ね、時間経って、私これグロス系かなと思って、乾かないんだろうなって思ったんだけど、ごめんね、太い腕で。で、ここをね、こうするとつかないんだよ。なんと乾くジェル状の口紅だったんです。で、すごい面白いなと思って、で、この色がさ、すごい可愛いよね。これすごい夏って感じだよね。なんかこう蛍光系のピンクみたいな、すごい可愛いなと思って使うのが楽しみです。で、そんな感じ、はい、では次はね、このこれもビスっていうやつで、粉状になってるアイシャドウになります。でね、これ可愛いのがさ、すごい発色がいいから、ハイライトとかに使えそうって思って、こんな感じ。ここのやつね、このハイライトとかに全然使えそうだし、あとここら辺とかも
ちょっとハイライトっぽくやるとなんかアクセントになってすごい可愛いんだよね。だからまあ近々チュートリアルとかで使うと思うので、で注目してください。で次はね、このまたメリーケイのチークになります。で中がで色はこんな感じの色になります。でこれはね多分ねパレットとかにつけられるような感じになってて、だからこうやって鼻で多分くっつけられる感じのものになります。で色はここ、これでナンバーとか色の番号っていうか名前が分かんないんで、また分かったらでこうこれね。でさっきのビスのハイライトと、ハイライトっていうかアイシャドウという感じなので、なんかチークだったらアイシャドウとしても使えるって私は思ってるので、これはこれでアイシャドウとして使おうかなと思います。なんでまたチュートリアルで使ってみたいと思います。はい、で次はねこれ、この、アイライナーになります。黒いアイライナーです。で私はねどっちかっていうとまあリキッド系かジェル系のリップライナーじゃないアイライナーしか使わないんでちょうどいいです。で次はこの BB クリームをくれました。この BB クリームすごいなんか大きさも大きくていっぱい入っててすごい良さそうで、色はライトメディアムっていう、色になります。でちなみにここにちょっと塗ったんだけど、まあちょっと自分の肌よりちょっと暗めだけど夏とかちょっと焼けるのでちょうどいい色になります。こんな感じです。これね、口紅だと思ったらね、コンシーラーなんだって。じゃあちょっと見てみましょう。で、開けるとこんな感じでーす。よいしょ。本当に口紅みたいな形します。じゃあ、色を見てみます。どこに塗ろうかな。ここに塗ろうかな。うん。すごい。明るくてクリーミー。で、これも送ってくれました。ルースパウダーになります。で、お米のルースパウダーらしいです。で、入れ物がこんなに可愛い入れ物になります。はい。あとね、これ。これも送ってくれました。シティカラーのプライマーになります。で、これは、ちょっとまたね、持ってるプライマーとちょっと違うんですよ。で、これは結構ね、なんだろう、オイリーな方とか、混合肌の方の、レビューとかがすごい良かったやつで、ずっと欲しかったやつです。で、またね、これのレビューも、そのうちやりたいと思います。はい、で、最後になります。で、残りのものは、本当に私がずっと欲しかった、本当に本当にずっと欲しかった、やっぱりこのビスっていうやつで、うん、メキシコのね、化粧品って言ったんだけど、本当にね、いろんな人が使ってるのを YouTube でたくさん見てきて、で、まずはこのアイシャドウパレットになります。で、この色たち超可愛くない？ヌード系、これ大好きです。この色って使いやすいよね。アジア人とかも全然使える。これは多分ね、国籍関係なく人種関係なく使える色合いになるんじゃないかなと思います。で、多分まあ、スワッチとか横か、もうアップで見てると思うんですけど、超可愛いでしょ？で、次。これがね、あ、ちなみに、ナンバーは28です。次はこれ。これもね、結構有名なね、南米の YouTuber で使ってるのよく見たんだけど、このビスのアイシャドウ。で、ナンバーは51のバニラっていう色になります。で、こういうのってすごい日本じゃね、見つけにくいんだよね。大体みんな、こう、ラメが入ってるようなやつで、これは本当にマットな感じ。で、これは使えるのはほら、あの、眉毛の下とか、なんだろう、こう、色をベースとしてまずこれを使ったりとか、本当に使い道ってたくさんあると思うんだけど、すっごい使える色です。で、意外とねこういうのって見つけにくくって、大体だから本当にサテン系とかさ、ほらラメとかさっていうのが多いんだけど、マットのバニラって1個持っててもすっごい便利だと思います。で、次、これもねビスのやつなんだけど、ブロンザーになります。11番のブロンザーっていうものになります。で、色っていうかパッケージはこんな感じで、中はこんな感じになります。
まあ横かどこかにスワッチを載せてると思うので、もうバッテリーがねなくなりそうで、だからもう本当に後半はゆっくりあまり喋れなかったからすごく残念なんだけど、で、私の友達もねこういう、私が送った日本の化粧品だといろいろ送ったんだけど、それが、そう、それの紹介ビデオもやります。なのでそのリンクはここの下に載せておきます。でもちろんスペイン語になるので、まあ、うん、スペイン語知らない人だとちょっと見えづらいかもしれないけど、まあまあいろんなねおすすめなやつを送ってみました。あのね、意外と100均でねすごいいいコンシーラー見つけたのでそれも送った気がする。あとやっぱ鉄板のセーラームーンのアイライナー、そうリキッドアイライナーとかも送りました。なんでそれをもし見たい方いたらここの下にも載せておきます。で他のリンクも載せてるけど、それはね日本のお菓子送ったり向こうのメキシコのお菓子送ってくれたっていうレビューのやつなので、まあ、そこはシカトしてください。まあそんな感じで今日はもう終わります。またねー。